しです。大丈夫です。何です。本日はですね、なんとあの糸魚川漁師 YouTuber マイロ船長からですね。あのマイロ船長から、はい、あのケチで有名な、はい、なんとね、はい、魚が送られてきました。この度2月、15日をもちまして、はい、ガンちゃんがですね、なんと39歳、はい、迎えたということで、おめでとうございます。おめでとうございます。で、まあ、ガンの誕生日祝いにと、うん、ぜひ魚を食べてくださいということで、船長から、お、嬉しい。魚を送られてきましたんで、すげえわ。ただね、うん、とんでもなくでかいらしいのよ。だまだ物は見てない、俺も。ああそういうのね、ただでっかい発泡スチロールには送られてきたけど、はいはいはい、まあ、物見てないんで、うん、それをこれからダーシーがさばいていく心配なんだけどダーシーをさばける自信ある？僕はありますよ。僕いつも先生の動画いつも拝見させていただいてるんで。何先生？金子先生。金子先生、はい。お、村松の金子先生、おい、医者な？それ医者な？この町一番の名医だよ。名医、うん、江戸時代から続いてるって言われてから、あのちょっと低音ボイスのね、うん、なかなかダンディーな声の方ですよね。いやもうちゃんとあれですよ、お魚といえばもう気まぐれクック金子先生ですから。ああ、気まぐれクックさん。そう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 。とりあえず見ましょうか。見ましょう、見たい見たい。どんなもんか、うん、とりあえず行ってみましょう。おい、本日漁師 YouTuber の前の船長から、はい、お魚が届いたということで、早速開封の儀していきたいと思います。ありがとうございます。いやいやいや、すごいぞ。いきますよ。はい、掛け声いります。はい、3。え、すごいぞ。なんか、あ、あんこセットだ。あれ？これな、うん、あんこセット。よいよ、ひでば、あんこセット。豪華だねっけ。あんこ鍋セットだね。あの商家根源よこした。うん。いいよ。うわ、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 すげえぞ。キャンでいいよ、マジで。出しなせ。いい。騒ぎだって。やば。おー、しっかり CM 入ってるで。しっかり広告入れてきたぜ。デンベスさん。デンベスさん。お、2枚も入れてきたいや。よいよ、ひでよ。マジでな。これ名刺。ひでな。名刺こんなだぞ。でか。ほら。いや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 。ひでな、マジで。ちょ、叩いてみるよ。こういう時に。うん。持つの俺ちゃんと先生から教わってるから、うん、こう歯ギザギザしてて危ねっけ、うん、目つかめって言ってたんだ。うわ、もうひで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 やば、マジやば、ひでひでぞ、これひでぞ、本気でひでな、キャンでて、やば、おら、やばいやばいやばいやば、これな、ぬめぬめしてっけ、あんま変なとこ高かんねえんだ、やば、ずらずらって、いやいや、マジで思って、いいぞ、いやいや、やばやば、ちょっと待って、やば、サムネサムネ、ちなみに今日これはとこのが魚さばくっけ、 OC がおめえ自分の包丁高いとこいって言われたんで持ってきました、俺100均、おい、本当に100均？ 100 均の出刃包丁なんだけど、ギャラクシーなんて書いてあるんですか、本家、本家小さい感でいけっか、もう早速、じゃあいきます、まあ、僕予習してきたんで、とりあえずそのズラズラ取るんで、これズラズラ取る、で、これね、あの鱗ねんか、これ、あのね、タラはね、うん、鱗やわっけんと、なるほどね、うん、だっけ、こういう鱗取りで取ってもいいし、おう、あとヌメヌメしてっけ、うん、もうブラシ、あ、おブラシでゴインゴインと言っていいっつってたんだ、はあ、なるほどね、うん、ちゃんと先生の見てっから俺、
ほら、これ見てみた。これ、あこのズラズラってか。はい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 。タラってこういうんぞ。ブヨブヨしたが取れてるなもんな。うん、このズラズラ取らんかね。そう、もうすべくって何もできねえんだ。先生。あ？さっきからお腹からなんか出てるのが俺気になって仕方なくて。これな。何ですか？お金玉袋みたいだけど。マジで。これちなみに今日メスですから。あ、性別で言うとメス。メス、はあ、で俗に言うあの白子っていうのはただの白子ですね、はい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 、あれオスですから。あ、メスじゃねえんだ。メスじゃねえんだ。ほらズラズラってひでんだ。洗剤つけてないけど泡立ってんだ、うん、すげえな。ひでな。いやマジちょっとブラシ買ってきてよかったって。100均で買うてきたん。100均で買うてきた。あの便所掃除のコーナーにあったんだ。ぬめぬめ。今度は反対ペタ。裏返す感容易でねえな。おいよおいよ、かわいげだ。ほら、おいやいや。涙流した。本当だ、涙流したな。ただって皮も枯れたし、枯れっか。まあ別に皮ぐちらだね。ああ、鍋に入ってるよね。そうだね、皮ぐちらだもんな。そうそう、皮引きしねえよね。いやー、やっとぬるぬるねえなって掴めるんだ。もうね、ぬめり取ったっけね。これたがけるんだ。おいちょ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 、ひで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 。ほらはー、ちょっと母ちゃん呼ばってこいよ。これまな板たんでぞ。オーケー。あ、いや多めのた。腹だけペシャーなって取ってる。ひでろマジで。でもメーターはあるわな。メーター近くだな。メータぐらいか。じゃあ最初内臓をちょっと割るか。腹ピアー出しいいんですか。いやいや、おいや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 、え、切れてる。なんかイカ、イカゲソ、キモ、うわー、やば、うわー、知らんけど。あ、それ YouTube 映せんそれ。おい、ごめん、金玉っつってたか、うん、タラコだわ。あ、タラコ、ほら、ひじにきた。ひっつなタラコ見たことねえ。見たことねえな。ねえ、いや、すごいぞ、これキモ。あ、でっかで、ひでねっか。タラって、ああ、どっかにね、あの、ニガ玉があるんだ。あー、潰したらダメなんだ。何ニガ玉って。え、これもう何から取っていいかわかんねえんだけど。手前から燃えていけばいいんだよ、とりあえず。やば。いや、もうね、なんか、ひでんだ、みんなくっついて。いやいやいや。ちなみに、ダーシさんは、うん、タラ砂漠の初めてですか？初見。うわぁ、肝ですね。あ、いたいた、ニガ玉、これな。これ割るとダメなんだ。どういうこと？あ、それな、うん、マジュアルだよな。これ割ると、うん、もう全部ダメになるから。あ、鮮度がってことか、うん、って言ってと割っちゃうよな、俺な。おー、やば。うわ、それタラの子。タラの子、ちなみに、うん、これで片側だからね。え、俺の知ってるタラの子じゃない。やば、おいおいおい、すごいぞマジで。いや、米一生あっても触らないぞ、焦げたらの子。これでも一ブラック分ぐらいあるな。ほんに、いや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 、はい、ほら、うわ
これたらこね。これ火通すとまた綺麗になるのかな。なると思うよ。はあ、でかくね。すげえな。心臓みたいな。いやマジですごいぞこれ。気付け。草玉だけ潰すなよ。うん。草玉になっちゃった。苦玉じゃなくて。潰す前に取ってしまえばいいか。うん。全部取っちゃえばいいんだよね。うん、全部取っちゃいてんだけどね。もう何が何だか分かんねえんだ。あ、これ浮き袋か。浮き袋も見たいですね。で、ここで切っちゃっていいんかな。もう正座して見てんねんかよ。どういう位置で見てんの。俺あれ見たいんですよ、うん、何よくあるじゃん、なんかこのタラは何食ってましたってやつ、うん、あれある胃袋チェック、うん、胃袋チェックできるよ、コタクとかやるじゃん、うん、苦玉で草玉取れた、これだけな、ここそこ入れていいって言ってるか、苦玉バイバイ、よし、うまいこと摂取で、ちょっと内臓取れたな、うん内臓とか使えるところはあるんだ、いや、わからん内臓は、うん、食ってなかった、先生は食ってなかった、うん、使えないぞなんて、ちなみにでもこれ肝だな、でも立派な肝だぜな、うん、肝今月食ったら痛風になってしまったよ、ほらひでっけね、飛び立ちそげだねっけ、これ食ってもいいんじゃないの、わかんないけど、あとね多分だけどこれがいいじゃね、あ、これ怖い、カニ食ってる、カニ怖い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 、え、やば、うわ、痛いでしょう、ドゥルルンと、カニの足だけ食ってる、足だけ、いや、みんなもう溶けだろ、うわくっさ、うん、溶かす能力があるのね、だからね、胃液だから、あ、まだあるよ、あるある、あるよ、いくよ、じゃあ取れ、海の中でカニの足だけ売ってるわけねえもんな、いくよ、もうカニの足だわ、すごい、ひでえ、まるまる一匹食ったってことかじゃあ。こいつグルメだな、マジで。すげえな。カニ刺し。くっそ。カニ刺しだねっか。っていう胃袋チェック。あ、まだでもなんか。まだ入ってた。先生。いろいろ入ってる。見せてください。マジで言ってる。ちょっとじゃあさ、これ開こうぜ。エイリアンだ。うわ。え？これカニだよ。ほら、カニを消化しちゃったんだ、ね。ええ。ひでな、殻ごと。カニばっか食ってんだ、うん、こいつ。ただカニ食うんだね。これイカ。あ、本気だ。本気だ。イカ刺し。ええ。ひでねっけ。宝石箱だねっかよ。イカとカニ食ったらグルメだな、はあ、グルメだってくっそ船長いっけ、もうベチャっていいか、はい、ありがとうございます、あ、心臓これかな、うん、あ、心臓これだわ、うん、あ、これだ、お、心臓っぽい、おいや、出てきなったわ、心臓、いや、心臓っぽいですね、うん、人工マッサージ生き返らせる、これ頭落としてんだよな、頭落とせっか、今回包丁でいけるろ、エラカビビッといけっか、うん、持ち方がプロだ、もう釜から落とせばいいな、そうそう、釜釜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 釜これ面白いね、人がさばいてるの見るのね、うん、
来た来た、それっぽくなってきた。そうでしょう。あ、反対っぽいですね、うん、あ、右の方が凝ってますね。お客さん、関節入れと、うん、何個ってじゃん。そのまま曲がしもか。曲がるんじゃなくて外れる。おお、来ました。うわぁ、ヒクソンクレイシー。包丁見たらどうしたら神戸だったの。かま。うわぁ、うわぁ、さっきより目がしっかりしてきた。ひげな。それだもん、カニ食えるわよ。な、口でっけな。でっけ。でっけ。おい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 。あ、いや、口閉じてって言ったわ。君さんですか。これ浮き袋。お。ちょっと潰してやって。浮き袋って、うん、ちごてん。うん。優しくしよう。お袋と浮き袋ってね。何それ、交通安全の標語みたいな。でこうやってさ、これで痛みつけてやってさ、わざと、はい、血合いをさ、血合いですよね。ああ、出してるわけね。うん、すごい性能ありますね、それすごいの、これ。そういう感じ。うん、ケツまで切ってしまうといいんだよ。え、ケツまで切ってしまうといいんだよな。腹、腹、うん、これはね、なんかね、こっからもう3枚に下ろすっけさ。うん、あ、なるほどね。うん、こっからだね。こっからですね。こっからやっと3枚に下ろすんだけど、あ、すごいね。マジすごいんだ、肉厚で。ひげねっけ。で100年生きた鯉みたいな。最初に腹から入れてくらしい。いや、このタラでも多分5年とか生きてんじゃないの。いや、もっといってるんじゃないんだ、下手すると。おい、来た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 。おい。いい。あ、その骨のとこにね。うん、ああ、このダッシーさん、音聞こえるのはこう骨に当たってんだ。はで、タラは柔らかいから、うん、あんまりタッチ数をなんていうの、多くするなみたいな。タッチ数、こうこう、あんま触んなってこと。うん、少ないタッチ数でシュッシュッシュッとかやっちゃダメだって言ってた先生が。ボロボロ言ってしまうね、やわっこで。で、あとこうやってね、背ボンコにしてやれって言ってた。ああ、扱いやすいっけ。うん、柔らけっけ。でも包丁よく入るね。うん、おー、いやー、いいね。おお、ぽいぽいぽいよね。うん、貫きだ。来たか。で、うん、タラってすごい特殊で、うん、こっから来たらタラ独特のやり方なんですよ。普通こうやってスパンっていくでしょ、うん、スパンっていくじゃん。ここのね、腹骨がなんか特殊らしくて、こうやっていくと引っかかるんだって。だから、うん、どうするかっていうと、いくよ、つかむじゃん、ちぎる、うん、そう。え、ちょっと見てて、マジいくよ。
おお、いやいやいや、ちょっとねボロボロにはなっちゃうんだけど、うん、これがねやり方なんだって、タラって。いやすごいわ、ほらもう。でそうするとこの、うん、俗に言うこっちに本来ここに腹骨がくっついてくる、うん、で腹骨を削いでやるんだけど、こっちにみんなついてんの、うん、ほら、うん、だからもうここないの骨。なるほどね。うん、そう、これ腹骨くっついてくるの。面白い。確かに入らねば。そう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 。ちょっとね、ここに引っかかんだ。うん、これでじゃあ1枚。とりあえず完成。うん。え、何枚に下ろすんですか。3枚。3枚。ひどいな、1枚目。考えたでしょ、すげえな。すげえよな。ほんとそう思うわ。マジでかい。サイズは初だしも。初だね。俺自分でさばいたことあるのは、うん、マックスは、うん、あの時に釣った、うん、鈴木、シーバス、うん、が76っていうのが、あ、やべ、すげえ見つけた。76っていうのがもうマックス。このさ、鍋入った時のホロホロ具合がいいねんね、タラってさ、白身でね、ね、味よう染み込んでさ。ちょっと面白いわ。よいしょ、よいしょ。あ、ごめん、なんかすごい身が全部こっちなんかついちゃった。まあこれはいいじゃん。これはさ、ちょっとブツにして、だしでもなんでもいいから。オッケー。骨がついてた。まあ、骨あってもいいよね。骨あっても分かるっていいよ、うん、そうね。骨あるようなとこみんな味噌汁でいいねんか。ちょっと、うん、うん、してねっかね。500円玉ぐらいある。背骨やばいなこれな。骨、はあ、本家もうブツだろ。ブツブツ、まあ、あともう身っぽいとこ、あとだしだ、だし、うん、もううちはこの辺わかんねえっけな、うん、素人だっけ。それあれされたらいいんだかななんてって言われても、へ、わかんねえっけな、うん、ごめんね、見てる人イライラさせたら。ごみ、あとこれみんなもうあれだわ、ねえわ、ね、あともう、うん、じゃあベチャッパ半分にしてベチャろうぜ。でっか、あんまでっこてもな、うん、こんげでいいろ、タラ鍋グレにするっけ、うん、ああいいじゃん、うん、でっけろ、さすが、いや、いいわ、やばっけよタラは、ほんとにこんげも背中だけですごい。これどうする？塩して、うん、どこ？してな。うん。すげえ贅沢だと思うよこれ。根性。その塊で食っていいわけでしょ。そう。すごい。ね。
すごいね、お寿司みたい。 OK だね。よし、はい、ということで、なかなかいかがだったでしょうか。これは何、あの今度ライブで、ライブだけど、ライブにもするけど、うん、でも一応撮る動画を。あ、なるほど、撮るっけ。じゃあ今日は一旦これで終わって、はい、また明日じゃあこれを煮て食うと。はい、タラ鍋会ということで。タラ鍋会、タラ服食えっぞ、マジで。タラねかもしれないぞ。タラズみたいな顔してんだよ。たまらんね。次の日なりました。はい。これちょっと塩食って。ちょっとやっぱタラはね、うん、やっぱちょっと煮が済んだ。だっけ、うん、ちょっと塩振って。塩振ってな。臭み取りしてさ。うん。言うもんしね、ひでっぴょっつお、うん、すげえな、食いとってなるんねえな。だっけそう。でこっち鍋には今ちょっと砂糖も入れたんか。なんだあれなんだ、今バイトの署にさ、うん、あれスープ作ってもらってんだ。あ、そうなん。あ、バイトの、あ、胡椒つけんだ。僕にもやらせてください。やるやこれ今ね、ちょっと塩振ってちょっと10分ぐらい置いて、で出てきた水分をちょちょちょっと拭いて、もう鍋にぶち込みます。野菜が出る。バイトのバンボ君。はい。アルバイトのバンボ君。いつも失敗ばかりしてるので頑張ります。遊びじゃねえんだぞ。すいません。先輩。さっきの女子のバイトは立派だった。僕さっきの先輩のこと好きなんです。あら、でも絶対に言わないでください。仕事に支障出て悪いじゃん。多分先輩も僕のこと好きだと思います。先輩に教えてもらったこんにゃくの水切り、こんにゃくの調子方な。およいしょ。中田さんみたいにうまくはできないけど。お前足ぶつけたの今。これこのまんま行った方がいいって、この前誰か言ったの。しかも行った洗うんだ、うん、洗うんだって言う。洗わない、こいつしてもらいたいな。一丁前のこと言うなよ。一丁前だな。根元切りすぎじゃねえお前。もったいねえお前。頭の方しか、ね、残ってねえかよお前。マジでカレッと。どんげ余してお前。なんで余ってねえかよ。入ったばっかり。研修期間なんで。ほらほらボロッボロっつって。大丈夫です。それや。これは。それや。前なかったから。これこうだいや。こうこう、うん。できっか。できっか。出せ手の上に。ぼっこすなよ。そう。それで、うん。で、はい、そう。そう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 。お母さんようやったろそれ。はい。はい。あんま大きい声じゃ言えないんですけど、手洗ってないです。お前さっきうんこしたよ。お前さ、俺や。今回お前チーズすると思う。味噌汁の豆腐みたいなのかよ。おいよ。いらないなんです。それ入れてみれ。いや、ほんまぼっくりするよな。半袋でしようか。今日はお客さんの誕生日だっていうので、うまくせずにはいられません。なんでで、このそこの理想的な動きさ。バイト、はい、はい、じゃあこれたらさ、はい、ちょっと汗かいてきたっけ。はい、じゃあ拭いてやってさ。わかりました、うん、上からでいいですか、うん、ほら、ひれど。あ、本当だ。ちょっとやっぱり透けるっていいですね。いいか、よし、よし、ダイヤモンドセブン飲んだな。うん。そしたらば、バイト、はい、これちょっと鍋に入れてくれ。入れていいですか。うん。でっか。やば。すごいわ。お前タラの身やばっけんだっけ。ちょっと気つけるよ。
はい、なるべくタッチ数少なくするようにって。よし、とりあえず一皿ぶち込んだわ。うまそう。じゃあこれを煮ていく。うえい、じゃんじゃん。よし、じゃあ待ちましょうか。はい、はい、はい、ということで、じゃあ煮立ちましたので、おいし、開封の儀。もういい匂いするもんね。うん、ちょっと待ってください。おいおい、だいぶ煮立ったね。いいよ、ひでよ、いいよ、わし。はい、何だってた今。うわー、うまそげ。いい匂い、はあ、素晴らしい。なんかタル鍋っぽい匂いだわ。いいね。ああ、そうだよ。おお、いい感じ。もうね、タラの身がね、ひでんだ。じゃあ、よそってる間に、お知らせなんですけれども、はい、この前路船長からね、送ってもらったお魚、はい、こちら前路船長が取った魚ね、伝兵衛水産の方で購入いただけると。でこちら伝兵衛水産が前路船長の弟さんが経営している魚屋さんになります。動画のね、概要欄に貼っておりますんで、そちらから、購入いただけますんで、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。チェックしてみて。まあ、あのいろんな魚多分買えると思うんで、まああと荒波アンコウね、糸魚川といえばアンコウ鍋セットなど、まあいろいろ購入できますんで。カニもいいね。ああ、そうだね、タラ鍋。はい、いただきます。いただきます。いただきます。いや、うまそうですね。よいしょ、どうぞどうぞ。いい匂いするわ。いい匂いだね。いい匂いする。ああ、味出んな、やっぱこれ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 、タラがよう味出んだ。すんげんべ。ほんとに、すんげんべ。まんげ苦労してさばいただけあるな。めちゃくちゃ肉厚で、ようね、このタラのいいところは味が染み込むところ、すべていいところを吸収してくれる。めちゃくちゃ美味しい。でもね、ちょっと新鮮なのか、ちょっとそれはわからないけど、食べた感じシャキシャキしてる。シャキシャキしてる。ホロホロというよりはなんかシャキシャキする感じしない？そうだから俺ちょっと身がプリッとしてるとか。そう、うん、そう。弾力が強い。タラって、若干若干こう鍋とかにするとやっぱちょっとパサつくイメージなんだよ、そうなんだけど、すげえみずみずしいっていうかプリプリしてる、鮮度がいいんじゃない？やっぱ鮮度がいい、やっぱ荒波に揉まれてっけだろうかな、筋肉がいいというかさ。カニ食ってたっけなこいつ。あ、そうだ。あ、うめえわ。カニとイカ食ってたからな、このタラ。俺もうちょっとパサつくと思ってた、正直。うまっ。めっちゃうまい。淡白なんだけど、うん、歯ごたえがしっかりしてて、すごいなんか食べがいがある、食いごたえがある、ね、食いごたえがある。いやー、前路船長に感謝だね。ありがとうございます。ありがとうございます。だって背中の肉とかもすごい分厚かったからね、こんぐらいあったんじゃない？めちゃくちゃいい出汁出てんじゃんね。出汁いいわ。でもね、まああの本当の話、まあ、震災もありでしたから、はい、今年入ってから、船長のお店もだいぶやられてますし、そう ね、漁も網をはなくす、カニは取れない、地盤が変わっちまっていなくなった、とかなりの損害が出てる中、まあこうやってちょっとね、まあお付き合いさせていただいてるんで、まあこうやって送っていただいたと、本当感謝しかないんでね、そこに関しては。はい、ありがとうございました。まああとそれとは別に、前路船長はね、お店もやっておりますんで、はい、両場伝兵衛と、楽々寿司、お寿司屋さんね、お寿司屋さんねやっておりますんで、ぜひお近くの方、まあ糸魚川に行く機会がある方はぜひ前路船長のお店も寄ってみてください。じゃあということで、船長、今日はタラ、ありがとうございました。ありがとうございます。伝兵衛水産からこのようなね、最高の一品が届くんで、ぜひとも皆さん検索してみてください。ということで、このチャンネルが面白かった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。引き続き、前田船長ともコラボがあると思うんで、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
じゃあね、はい。店長、本当前も言ったかもしれないけどさ、うん、カメラ回ってないところでも俺らを楽しませたりさ、まあそうだよね、すごいよね。俺本当にね、うん、頭上がらない船長、うん、なんか叶うとこないと思って一つもない、うんね、顔はいい、うん、性格はいい、うん、気配りだ、うん、なんか俺バンバの今で聞いてて、うん、それは、うん、なんかごますりじゃなくて、うん、普通の事実じゃねえかなと思って、いや本当本当本当、うん、お前が叶うとこねえとか言ってたのないよね、うん、船長、いや、うん、ちょっと待ってバンバ、でもお前が一つ叶うところは、叶うところっていうか、うん、同じぐらいのところあるわ。何だ？よくか、よく噛むとこ。髪型じゃねえか。で髪型なんだよ。よく噛むとこね、うん、そうね、そこぐらいちょっと勝ってんじゃない、うん、いや船長本当ありがとうございます。よし、かっこいいしさ、うん、友達思いだしさ、うん、家族思いだしさ、いい人だよな船長って。だし誕生日いつだっけ？俺はね、来月だ。惜しいわ。俺6月。俺8月。船長、よろしくお願いします。